国会とは、キリスト教のいくつかの教派において、罪の許しを得るのに必要な儀礼や、告白といった行為を言う。教派ごとに、概念や用語が異なっている。カトリック教会及び、正教会では、競技場サクラメントと捉えられているが、正教会では、聖伝的書式とされる。プロテスタントでは、サクラメントとはみなされていない。国会は、明治時代から、 多くの教派で使われてきた表記であるが、2011年現在では、いずれの教派においても、日常的な語彙ではなく、ほとんどの場合で異なる語彙の方が、正式な呼称、もしくは通用性の高い呼称としての扱いを受けている。山形県鶴岡市にある、鶴岡カトリック教会天主堂の国会上国会は、カトリック教会においては、洗礼後に犯した、自在を、 聖職者への告白を通して、その罪における神からの許しと赤いを得る、信仰儀礼。現在のカトリック教会では、許しの秘跡と呼ばれている。カトリック教会では、滞在を犯した場合には、許されるためにはこの秘跡が不可欠となる。また年に一度は必ず行うべきものとされている。古い文献では、改春の秘跡といった表記や、現在では、日本政教会で、 一般的に用いられる、委託医という語彙も見られるが、現在のカトリック教会ではほとんど使われていない。主催がエピタラヒリを、信徒の頭に被せ、イタカイキ機密を執行している。場面性教会では、機密名としては、カイキ機密と呼ばれる。イタカイキ機密は罪によって、聖教徒が、 教会生活から離れた時の教会における神との和解の正式な儀礼として位置づけられる。儀礼の名称としては国会礼儀との呼称があるが、この呼称は日常的にはほとんど用いられず、もっぱら、い快、いたかい機密の語彙が用いられる。ロシア正教会などのスラブ系正教会や日本正教会では通常、正体の了承の前に痛くを主催。 または主教を通して行うこととされている。ただし、ギリシャ聖教会などのギリシャ系聖教会では、委託位は、両性の必須要件とはされていない。聖教会の委託会期密やカトリック教会の許しの、秘跡に相当するものとして、聖教会では、聖伝的書式とされる、個人懺悔があり、さらに他に共同懺悔もある。プロテスタント教会では、 罪の告白という言い方がされる。プロテスタント教会では、一般にサクラメントとは認められておらず、また義務もない。ありがとうございます。